投下屋は航空機から投下され、暴露されている敵の陣馬を殺傷する、構成の間である、投下屋とも。英語では、エアドロップのフラチェッツ、単に、フラチェッツ、エアリアルダーツとも呼ばれる、第一次世界大戦で、フランスが使ったフレシット先端は重く鋭く、ビタンは様々な形状となっており、投下された後、 自然と先端部を下に向けた状態で、ライフルガンのように自転しながら落下するようになっている。第一次世界大戦のフランスによって初めて採用され、暴露状態にあるドイツ軍に対して鉄製の矢が投下された。ついで、イギリス軍、ドイツ軍によって採用された。短い鉛筆状のものは大きな破壊的力はないが多数傾向することができ。 機関銃などとは異なり発射を要せず、機上から、ただ投下されれば、おのずから高速度で落下し、人馬を突貫し殺傷する。フランス軍のものは、小炎管で中継、mm、中径8トル長さ1 2トル重量2 5 5ムで、高度4 0 0ルから投下されることに規定されていた。高度4 0 0ルから投下された投下された投下は 8.6kgm にもなり、 人を殺傷するには十分であるとされた。イギリス軍のものは長さ1 2トルドイツ軍のものは長さ1 3トルであった。2 0 0 0ルの航空から投下された投げ屋は、地上到達時には秒速1 0 0ルから1 5 0ルで、その飛散区域は長径2 0 0 0ル短径2 0 0ルの楕円形であった。 また一期あたりの傾向数は第一次世界大戦において約3500から5000個であった。これによる死体は剣部から突入した投げ矢が臀部に達していたという。傾向、使用法が自然であるところから密集暴露する敵の集団に対して有効であるとされたが、宴害された号内にある敵には全く損害を与えることができなかった。ピクチャーズオブエアドロップとフラシェット。 フロムワウィー、スルーザ 1970S。ありがとうございます。